太平洋を渡っていけるような大きい男の子に育ってほしいっていう意味なんだよっていうふうに教えてもらいました。名前の意味以上に自分の活躍が、まあ、親にも、まあ、恩返しとしてできてるのかなって思いますね。My name is Kohei Uchimura and I am an artistic gymnast.男子が6種目、床、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒。やっぱ他の人には表現できない美しさを表現したいと思ってるんで、結構外国の選手にはあいつはマシーンだっていうふうに、機械的な動きっていうか演技っていうのがやはり自分の中では完璧な演技、まあ褒め言葉だとして受け取ってはいますけどね。オリンピックでは5個、世界選手権では16個取りました。世界選手権で5連覇をした唯一の選手です。日本の人たちはずっと忘れない出来事だし、ずっと東北の人たちに向けて何かをしていかなきゃいけないのかなって思いましたね。本当に被災地の人たちのために、あの2011年、12年は演技してたなっていう感じは本当にありますね。体操でどうやったら被災地の人にこう力を与えられるかなっていう、すごい考えて、もういい演技をすることしか僕にはできないんで、運命だと思いますね。なんかこのギリギリ続けれるか続けられないかの時に東京オリンピックがあるっていう、それをモチベーションにすごく頑張れると思いますし、やっぱり地元でオリンピックがあるんだったら目指さないといけないなと思ったので、必ず団体で金を取らなきゃいけないと思います。